それではこれよりスマートライフプロジェクトオフィシャルアンバサダーでいらっしゃいます中間由紀恵さん、そしてオフィシャルサポーターの宇賀夏美さんをお迎えいたしまして、スペシャルトークショーを行ってまいりたいと思います。さあ、それではご登壇をいただきましょう。中間由紀恵さん、宇賀夏美さん、どうぞステージお越しください。スマートライフプロジェクトオフィシャルアンバサダーでいらっしゃいます中間由紀恵さん、そしてオフィシャルサポーターでいらっしゃいます宇賀夏美さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞおかけください。さあ、ではここからのお時間はお二人の健康づくりに関する取り組みなどいろいろお話を伺ってまいりたいと思います。さあ、早速まずはお二人に質問をさせていただきたいと思うんですが、このスマートライフプロジェクト、食生活、運動、禁煙、健診、この4つの柱があるんですけれども、この4つの柱の中でこう特にご自身の健康づくりにおいて意識しているよといったことや、習慣などございましたら教えていただきたいと思います。ではまず中間さん、お願いできますか。はい、そうですね、私は特にやはり食生活に気をつけて生活をするようにしています。バランスのいい献立を考えて、主食と主菜と副菜とお野菜をできるだけたくさん入れて、私のものもつけて、バランスのいい食事というものを気をつけて、作っていますね。なかなか野菜をたくさん取り込むのって難しいなと思うんですけれど、考えられるものでバッと入れて気をつけるようにしています。はい、お野菜を、ね、取り入れるのなかなか難しいということで、後ほどちょっとこのあたりのお話詳しく聞かせていただければと思います。それでは宇賀さん、はい、スマートライフプロジェクトの4つの柱、食生活、運動、禁煙、健診とありますけれども、特にこの中でご自身の健康づくりで意識していることありますでしょうか。私もやっぱり食生活ですかね。そうですよね。はい、ついつい忙しいともう外で食べることが増えてしまったりもするので、はい、できるだけこう自炊をするように心がけていて、特にこうちょっとお肉が続いてしまったなと思ったらお魚にしたりとか、こうバランスが取れるように毎日食べたものをこう日記に付けるようにしてます。はい、やっぱりバランスね大事ですから、日記はいいアイデア。そうですね、やっぱり1日の中で取るのが難しいので1週間単位で見てみると、なんとかギリギリ調整できたりすることもあるので。なるほど、はい、良いアイデアを教えていただきました。さあ、中間さん、先ほど、はい、食生活、なるべくお野菜を取り入れるようにしているということなんですけれども、健康に良いとされている野菜の1日の摂取量 350g って言われておりますよね。ですね。どうですか、このあたり 350g 取り入れることできてますか。毎回こう測って見ているわけではないですけど、350は取れているんじゃないかなとなんとなく感覚で思っています。そうですね、こうバランスのいい食事ってすごく難しいですよね。ご飯と、お野菜、副菜のほうれん草と何かのごまに入れたり、何でしょう、他にも煮物でレンジに出したり、しいたけだったりの他のお野菜を取り込んで、あと汁物に他のものを入れたりなどするとうまく350は取れてるんじゃないかなと思っています。そうですよね。お野菜 350g ってパッと目で見てしまうとなかなかボリュームありますよね。でもそういったものをですね、こうのスープ、汁物だったりっていうのに使っていくというのは、本当にこう野菜があまり得意ではないよといった方もね、摂取しやすいですしね、美味しくこう健康づくりできますよね。それにこれからちょっと寒くなって
っていきますからね。お野菜たっぷりの温かいスープは嬉しいですよね。そうですね、うん、あのおっしゃるように野菜たっぷりのスープっていうのは困った時によく作るメニューですね。本当にもう、トマトや玉ねぎやセロリやいろんな余っているお野菜を全部入れてしまって、はい、その温かいスープを食べるっていうことで、まあ、体も温まるし、お野菜もたくさん取れるし、いい、よく我が家の登場するメニューですね。そうですね、本当にしっかりとお野菜取っていきたいところですものね。さあ、宇賀さん、先ほど食べたものをこう日記のように記録しているというふうに話があったんですけれども、はい、これはもう毎食ごとに記録されるんですか？そうですね、朝昼晩、まあ、必ず3食ではなくて2食になったりしてしまうこともあるんですけど、だいたいその日何を食べたか、こう後で振り返った時に分かるように書くっていう習慣はもうここ 2,3 年続いてますね。 2,3 年はすごいですね。はい、うん、でもやっぱりその記録を見ることによって後で振り返ることができますから、こう、あ、自分が今日はちょっと炭水化物取りすぎちゃったなとかね、いろいろこう反省点でこう振り返ることができるのがいいですよね。そうですね、あとはやっぱりついつい簡単な炒め物ばっかりになってしまったりするのでそれこそ煮物だったりとか、はい、あとはやっぱり汁物にするってすごくいいですよね、私はあの和風のお味噌汁がすごく好きなので大きなお鍋にたくさん作って、お味噌汁ってこう入れちゃいけないものってほとんどないんですよね、はい、それこそトマトとアボカドとか和風ではなくて洋風のものでもちゃんと美味しいお味噌汁になるので結構お味噌汁も具をいろいろ変えながら、うん、はい、楽しんで作ってます。とっても美味しそうだなというふうにイメージが浮かんでしまいました。さあ、再びお二人にですね、質問をさせていただきたいと思います。健康づくりがこう特に大切だなと感じた際のエピソードが何かあれば教えていただきたいなと思います。ではまず仲間さん、お願いできますか？はい、やっぱりこう朝早く起きるときに、外で、撮影なんかで早く起きるときに、あ、ちょっと前の日の疲れが溜まってるのかなって、朝起きぱっと気持ちよく起きにくいなっていうときがあったんですね。で、それを感じて、あんまり良くないなと思って、寝る前にちょっとストレッチをしてみることにしたんです。ちょっと肩が固まっていたのをほぐして寝たり、腰が固まっていたのをちょっとゆるゆると緩めて、思ってみると、うん、翌朝やっぱり全然寝起きが違うんですよ、ね、なるほど。手に起きられるようになって、はい、それはあのできるだけ続けているあのことなんですけど、うん、やっぱりそれもうちょっとしたことなんですけど、そのちょっとしたことを毎日毎日少しずつ続けていくことってあのすごく大事だなと感じましたね。そうですよね、はい、やっぱりこう短い時間でもいいから続けていくっていうのはすごく重要なキーワードになっていきますよね、はい、さあ、皆さんにもお聞きしましょう。健康づくり大切だなと感じた際のエピソードお願いいたします。そうですね、やっぱりこう仕事が忙しくなってしまって、はい、ついついこう出来合いのものをパッとね食べてしまったりとか、うん、こうバランスを考えずに外で食べることが続いてしまうと、やっぱりこう疲れが溜まってしまったりとか、こうブラブラっとしてしまったりもするので、できるだけ本当にこう自分で選ぶ、自分で作れなかったとしても、はい、今日はお野菜のこれを食べようとか、今日はちょっとパワーをつけたいからお肉を食べようとか、こう自分からこう意識してこう受け身ではなくて、はい、こうなんて積極的にこう選んでいくっていうことが大事なんだなと思うことがありまして、その気の持ちを変えるだけで同じ忙しさでもかなりこう、うんうん、体、気持ちが変わるなっていうのを実感したことがあったので、それが自分でもあの気をつけています。あとはやっぱりしっかり寝ることですよ ね、 ですね。どうしても睡眠時間が短くなってしまうと、うん、まあ、気持ちもねちょっと辛くなってしまいますし、なるべくもうたくさん寝る、早く寝て早く起きるってすごく難しいことなんですけど、もう勇気を持って早く、できるだけ早くベッドに入るっていうことが心がけてますなるほど、できるだけね、良い睡眠をとるというのもね重要になります。
さあ中間さん、先ほどですね、はい、まあ、夜寝る前にこうストレッチをしてなんていうお話がありましたけれども、はい、やっぱり夜寝る前ストレッチをして、まあ、その日の一日の疲れをリセットすることによって、睡眠の質なんていうものも変わりますでしょうか。変わってくると思います。より体がリラックスして体眠れている気がします。それは朝起きた時の体のなんて言うんでしょうか、軽やかさが全然違うというところの実感でそう思うんですけれど、やっぱり少しのストレッチはとてもいいと思います。ちょっと私も取り入れていこうかなという実感をいたしました。さあ宇賀さん、先ほどやっぱりこう不規則なお仕事ということで、フリーランスになられまして、よりこう健康への意識ですとか行動など何か変化っていうものはありましたでしょうか。そうですね、もちろん会社員時代から気をつけてはいたことなんですけれども、より一層こう休めない、穴を開けてはいけないという責任感は強くなったなと思います。やっぱりこうやってフリーでやっていてお仕事をいただいている大変なことだと思っているので、本当にこうもちろん体調管理万全な状態でいかなければ失礼だなと思っておりますので、こう体調管理をするのも仕事のうちだなと。特に気をつけるようになったのは体調の変化ですかね。なるほど。もう実際に熱が出てしまったとか咳が出てしまったってなると手遅れなので、その一歩前の段階で気づくようになる。あ、ちょっとおかしいかなって思った時にも早めの対処をする、ゆっくりお風呂に浸かってたくさん寝るようにするっていうのもそうなんですけど、私の場合はこうニンニクをモリモリ食べるっていうこれを風邪の引き始めにやるとすごくいいんですよ。私だけかもしれないですがニンニクどうやって召し上がってるんですか。もう大量に刻んで餃子に入れる。あ、すごい。もう丸ごとオイル焼きみたいにして、あ、いいですね。オイル炒めというかアルミホイルで包んで焼いてしまったりとかもしますし、はい、これは思い込んでるからいいのかもしれないですが、かなり効きますね、私には。でもそういったやっぱり意識っていうのはすごく重要だと思いますので、はい、いい方法を教えていただきました。さあ、ご多忙の中でですね、健康を維持していく秘訣を教えていただきたいと思うんですが、中間さんはやっぱりストレッチということになりますでしょうか。そうですね、ストレッチもやっぱりいろいろあって、本当に疲れてる時はもう5分でもいい、短くても本当に1つでも2つでも10回でもいいから軽くちょっとほぐしてやるっていうことは続けているのと、最近はちょっと自分に負荷をかけながらのストレッチというか、はい、朝起きて全てのことを動き出す前に自分の体を、緩めてちょっと何て言うんでしょう、深い呼吸を意識しながら、ちょっと汗ばむぐらいのストレッチをするように心をかけています、やはりだいぶこう変わりましたか。もう全然違います。やっぱり朝一日の動きを早い段階でこう何て言うんでしょう、もう動きやすいぐらい作っておくと一日とてもスムーズにいるような気がします。はい、ありがとうございます。さあ、宇賀さんはどうでしょう、健康を維持する秘訣何かございましたらぜひ教えてください。そうですね、私はやっぱりよく歩くこと、大事ですね。はい、すごく簡単なことなんですけど、今年外出自粛期間にそうですね、ジムに帰れなくなってしまった時に身近に手軽にできる運動って何だろうって考えたら、やっぱり歩くことだなと思いまして、最近はこう可愛いスニーカーとかいっぱい出てるじゃないですか、ブラックシューズとか、だからこうもう歩きやすい靴を選んでもうどんどん歩く。お仕事の前なんかもこう 2,3 駅歩いて行ったりすると逆にこう気分転換になって気持ちよかったりとか、お休みの日もなるべくこう歩いてお買い物に行ったりお散歩に行ったり、あとは階段を使うとかね、もう本当に簡単なことなんですけど、実はなかなかしない面倒でつい避けてしまうことを今年は積極的にやってみるようにしたら、意外とこう天然のジムといいますか、特に体重が増えたりですとか、なんでしょうね、変わりがなかったので、ジムに行かなくなっても、これでいいんだなっていうのに気づけた1年ではありましたね。ありがとうございます。さあ、まだまだお二人ですね、伺っていきたいことたくさんあるんですけれども、残念ながらお時間となってしまいました。
さあ、それでは最後に中間さん、スマートライフプロジェクトのオフィシャルアンバサダーとして皆様へのメッセージをお願いいたします。はい、このスマートライフプロジェクトのアンバサダーの活動を通して、ぜひ皆さんも健康について意識をより深めていただけたらと思います。健康寿命をみんなで伸ばしていけたらいいなと思っています。ありがとうございます。さあ、続いて賀さん、スマートライフプロジェクトオフィシャルサポーターとして皆様へのメッセージお願いいたします。もう本当に身近なことでいいと思うんですよね。普段の自分の生活の中でできることをちょこっと、毎日続けていく、それだけでかなりこう体も心も変わっていくと思うので、私もこれからも今お話ししたようなことを少しずつ続けていきたいなと思っていますし、皆さんも一緒にですね、健康になれるように頑張っていただけたらなと思います。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。スマートライフプロジェクトオフィシャルアンバサダー中間幸恵さんと、オフィシャルサポーター宇賀夏実さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。ありがとうございます。